にちはにゃでーす。ってことで、全報酬回収、臨死や降臨の最適性条件付きクリア、ネロメール編成紹介していこうと思います。今回のハロウィンクエスト、めちゃくちゃたくさんですね、条件付きクリアのクエストが出ております。まあ、今回はね、季節ガチャということで、持ってる人、持ってるキャラクターでクエストクリアしてねってことで、こんなたくさんあると思うんですけど、今回全指定リーダー共通の臨死や降臨の周回編成、条件付きクリアのものを紹介していこうと思います。で、これクリアするとですね、見ての通りの、まあ、黒メダルだったりとか、虹メダルだったりとか、そしてこのね、育成素材だったりとか手に入ります。そして、このポイントもゲットできて、上のゲージがね、進んで、で、魔法石もゲットできちゃうよ、ということで、魔法石20個分ですね、あります。育成素材とメダルと、そして魔法石20個分ですね、ゲットできますので、しっかりと持ってるキャラクターは条件付きクリアで報酬回収していきましょう。編成もね、すごく簡単で、編成難易度が低くて、しかも内容が広い編成組めておりますので、そちらの方を紹介していきます。ってことでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。特に高評価押してくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、編成紹介の前にですね、このリンシア降臨で手に入るリンシアについての解説もしていこうと思います。まあ、加工解説ですね。何体取るべきかという話でございます。で、本体と武器がありますので、どっちも解説していきます。で、まずですね、先に見てほしいのは武器の方かなと思います。武器がかなり優秀ですね。スキルマイナス5色強化、各色泥強の武器です。なので、まあ、見ての通り、火力盛りの泥強武器は優秀ですから、まあ、これはね、通っといて絶対損はないのかなというふうに思います。泥強はいつでも使うし、火力盛りもいつでも使うからね。まあ、ただ、スキルマイナスとかあるのと、捨て盛りするわけではないってところも踏まえて、使用頻度バカ高くはならないです。なので、1あれば大丈夫だよという武器になってます。で、本体の方ですね。はい。本体こちらはですね、見ての通り強化入ったキャラクターでございまして、リーダースキル、スキル覚醒、すべてに強化が入っております。で、まずリーダースキルなんですけど、78% 軽減の3コンボ加算で、で、しかも、40倍の火力と固定値ダメージ。まあ、弱くはないんですけど、まあ、クソ強くもないというようなリーダースキルでございます。正直今はいろんなリーダーいるから、わざわざリーダーじゃ使わないよね、という性能。で、スキルが人ループですね。3体人ループになっておりまして、上限解放なし、7色人ですね。で、1ターンの間、強化ドロップ 100% 落ちてきて、覚醒無効全回復です。まあ、ただ一応、唯一性があって、100% ドロップが落ちてくる、強化ドロップが落ちてくるっていうのと、覚醒無効全回復が3ターンで打てるので、もしかしたら何かの多色パーティーで、まあ、その3ターン中、一旦だけ臨者撃つみたいなね、他の生成ループしながら、一旦だけ臨者撃つとかはあるかもしれませんので、まあ、さっきの武器で1個体確保しといて、で、もしかしたら本当に稀にね、本体で使うという人ループで一体だけ使うとかいうことはあるかもしれません。3体ループすることはね、ないと思います。もちろん趣味で使う場合は使うかもしれませんけど、攻略でね、使う場合は、代用できない場合は、ま、1体使う場合かなと思います。はい。まあ、超覚醒もね、クライム耐性あったりとかして結構優秀なので、まあ、悪くないんですけど、はい。まあ、1体あればいいのかなって感じ。で、本体はもうほぼ使う可能性も低いですので、武器分にですね、1体取っといて、で、まあ、武器で取ったやつで、もしかしたら本体1体使うかもねぐらいの風に考えてもらったらいいのかなという風に思います。はい。ということで、これでですね、確保解説の方終わりにいたしまして、それでは続いてですね、実際の編成とプレイ動画の方を見ていこうと思います。かなり組みやすめに作ってますし、代用の幅も広いです。はい。ぜひね、組んでやってみてください。ということで、見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。全報酬回収条件付きクリア最適性ネロメール周回編成でございます。行く男女、これ、臨死や降臨でございます。で、まず一回そうなんですけど、一番左のネロメール打って、リダチェンスキル打って、で、ずらして突破していきます。リダチェンスキルは何でも OK。で、指定リーダーもですね、レベル1無覚醒でいいよという意味を含めて、左はですね、ノエルにしてあります。で、続いて2回走。2回走一番左のネロメール打ちまして、で、黒百合打ってください。はい。で、突破していきましょう。黒いにもね、代用あるのでご安心ください。はい、これで突破していきます。で、続いて3階層ですね。3階層もネロメール打って、ずらしで殴っていきましょう。はい。まあ、結構昔のダンジョンなので、そこまでですね、超難しいダンジョンというわけではございません。はい。で、今回マイナスドロップとかも来てますけど、ちゃんとね、泥強盛り武器つけてます。この泥強盛り武器はですね、ダンジョン武器なんですけど、もちろん持ってるね、ダンジョン武器じゃないアレキサンダとかアムロとか、泥強を持ってるやつでも全然大丈夫です。で、続いての階層もネロメール打って、ずらしで殴っていきます。はい。あ、で、サノスね、持ってなくて、うわ、サノス出たって思ったかもしれないですけど、今回ボスでサノス撃つんですが、遅延通るんで、エケドのとかのね、威嚇スキル使えば全然それで OK でございます。はい。と、まあ、次でございますけど、はい、無効貫通もね、ネロメールならそのまま突破できますから、ネロメール撃って、ずらしで突破していきましょう。
はい、おっきい。で、続いてでございます。続いては、6階層。同じくネロメール打ってずらしで殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。ネロメールを打ちます。ずらします。ルーレット注意してください。まあ、コツとしては、ルーレット変わった瞬間に打つのが一番楽ですかね。はい。さあ、で、続いて7階層でございます。ここもネロメール打って、ずらしで殴っていきましょう。ルーレット終わってるんでね、楽になってると思います。はい。ネロメールを打ちまして、はい。で、ずらします。これで突破していきましょう。はい、OK です。ということで、続いては、8階層同じくネロメール打って、ずらしで殴っていきましょう。はいと。さあ、コンボ現象とかね、来ますけど、関係ありません。はい、コンボ吸収無効ですからね、強いですね。ネロメール打って、はい、ずらしとコンボ現象も何も関係ありません。はい、でもうね、リンシア、ボスでございます。はいと。で、ボスがね、超根性を持ってるので、ここでネロメール打って、サノス打って倒すという流れになります。で、見ての通りですね、威嚇通りますので、別に威嚇使って通パンするのでも全然大丈夫です。ネロメール打って、で、サノス打ってグラビティ。はい。で、あとずらしで倒しですね。はい。これだけ。はい。サノス使わない場合は、これがもう一旦かかるだけって感じでございます。ということで以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、指定リーダーにドレス、ネロメール、ネロメール、サノスにドレス、ネロメールにラルグ、リダチェンですね。ネロメールに黒ユリです。で、必要 HP20 万程度、必要スキル22ですね。バッチは自由です。で、リダフレ逆は NG です。条件付きクリアですからね。で、武器の役割と代用候補なんだけど、ラルグ、これリダチェンがあれば何でも OK です。オラージュとかシアとかブラダマンテノアボンタミアダマッハシャグランエルブネプチューンとかね、本当リダチェンの役割さえ満たしてれば何でも OK で、続いてドレスですね。これ泥強盛りが役割でして、ダンジョンでいつでも取れる武器ですね。他には皆さんが持っている武器だったら何でも OK で、アレキサンダーとかルシャナとかハロウィンカーリーガンダムラフィーネイディアルシナも飛空艇とかでも OK です。まあ、とにかく泥強盛りをしてください。で、黒ユリですね。まあ、これも大丈夫だと思います。自動回復とヘイストが役割のキャラクターですね。まあ、鉱石とか、アレキサンダークロミとかでも全然代用できます。で、続いて本体代用のための役割。まず指定リーダーですね。これは、条件見て持ってるキャラクターをリーダーに置いてください。レベル1、無覚醒で OK ということでノイロを採用してます。スキブの余裕もありますね。本体覚醒すればスキブあると思いますから、スキブの余裕もできます。で、ネロメールはもちろん超つなげループ無効貫通と、あとコンボ吸収無効の役割持っております。で、サノスですね。これがもしかしたら持ってないよって人いらっしゃるかもしれませんけど、ただの 50% グラビティです。で、しかも今回は遅延通りますから、最悪 50% のグラビティじゃなくて、威嚇つけてですね、通パンするという手もあります。それが下のね、編成でございます。エケドナに変えて、で、スキブ垂れるようにスキブ武器と、で、スキブバッジつけてます。まあ、本体のね、指定リーダーの覚醒してれば、さらにスキブの余裕ありますから、スキブの問題もそんなにないという感じになっております。はい、ということで以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。